こんにちは、インディーズの拓也です。今日はダイビングスキルのお話をさせていただきます。ダイビング機材のセッティングはエントリー後に完結するというお話を一つさせていただきます。ダイビング機材っていうのは、セッティングしょってセッティングをしてプレダイブセーフティチェック、リーダーからのチェックを行って万全の状態で海に入っていくんですが、どうしても大きく違うというか、もちろんですけど、陸上であることと水中であることっていうのは、姿勢も重力のかかり方も大きく変わってきますよね。なのでエントリーしてから最後調整してほしいポイント、これを3つご紹介させていただきます。細々言うともちろんたくさんあるんですけど、いっぱいあってもややこしくなるので、この3つはちょっと気をつけてもらうと随分水中での快適さが違うんじゃないかなというお話をさせていただきます。まず1つ目は、BCD のベルトですね。肩とかお腹のベルトの締め感、これですね、機材をバディなりに背負わせてもらって背負って、BCD のタイプにもよりますけど、肩のベルトを締めるとか、胸の前に留めたバックルを締めるとか、お腹のベルトを締めるとかっていう風にしてはいるんですけど、どうしてもやっぱりこの重たい機材ですので、女性の方なんかはこのグッと力いっぱい締めてるつもりでも肩のベルトが締め切れてないとか、あると思うんですね。これをエントリー後に再調整してほしいね。エントリーして浮力が整ったら、かなりこの重力的な部分は緩和されてますので、そこでさらにこの肩のベルトを締める、胸のベルトを締める、お腹のベルトを締めるっていうのをやってみると、すごい締め代がまだあったんだっていうのに気がつくと思うんですね。でこれをやってみると、水中でのグラグラ感っていうのはものすごく緩和されますので、まず一つ目は BCD のベルト関連ですね。陸上でしっかりやってはいるものの、バディに支えてもらったりしながら締めたりとかしてはいるものの、かなりの重量があるのでどうしても締め切れてない部分っていうのがあります。なのでエントリー後調整すること、これが一つ目。そして二つ目はですね、ウェイトベルト、これもそうなんですね。ウェイトベルトも水の中に入るとちょっと緩んだりすることもありますから、おへそのラインでしっかりと締めましょうねなんて言ってはいるものの、特にドライスーツのシーズンとかはね、ウェイト量も重くなりますから、結構しっかり上の高い位置でギチギチに締められてはいるような気がしても、エントリーしてみて、ちょっと触ってみたりすると意外と緩かったりする場合がありますので、それも締め直す。意外とまだ締まったんだなーっていうのがあると思います。しっかりと、エントリー後、中性浮力が作れた段階でウェイトを締め直す。ちょっと緩んで落っこったりとかしないようにだけ気をつけてもらいたいんですけど、ウェイトの締め直し、これを行ってほしい。これが2つ目です。そして3つ目、ストラップフィンの場合はフィンのストラップ。ビーチのエントリーだったりすると特に重たい機材を背負った中、頑張って片足上げてストラップフィンのこのストラップをグッグッと引っ張って、はいるもののですね、エントリーしてみると結構緩くてかかとがちょっと浮いちゃってるなと、このフィンストラップのかかとの設置する部分がカパカパしてるななんていう方たまに見かけますので、これもエントリーしてかなり体が自由になった状態、浮力がある状態でフィンのストラップを締め直す。この3つだけで、水中でのこのバランスだったりとか、脱げちゃうとか取れちゃうとかっていうトラブルにつながるようなことっていうのが大きく緩和されると思いますので、もちろん事前にチェックをして陸上で万全の状態になっているもののですね、エントリーして浮力を作ってから締め直す、 BCD を締め直す、ウェイトベルトを締め直す、フィンのストラップを締め直す、ね、まだまだ意外と締め代があると思います。ぜひ試してみてください。これ、やったことがない方も多いと思うので、水の中に入ってから、さらに締める、これで随分違うダイビングができると思います。ちょっと次回試してみてください。
というわけでまた。